野崎チャンネル贅肉です。なんですかそれ。贅肉、贅肉増えたんですか、どうしたんですか。ちょちょちょまげー、ちょちょちょまげー、贅肉です。なんか袴田さん、袴田さんの俺作ってそれ。え、どういうこと。なんかさっき総チェック取ってる時になんかいきなり終わる時に贅肉ですとか全く意味が分かんなくて、袴田さんの、はい、キャッチコピー見つけて。お、これキャッチコピーなんですか。ちょっとそう贅肉です。うん、佐藤さんの、あ、そう、本家はひき肉ですって言ってたんだけど、そうなんですか、俺贅肉ですって言って中川さんの言ってた。はい、何ですか、キャッチコピー。脇見せですあー、なるほど。もう夏ほぼノースリーブしか着てないですから、だから脇見せです。脇見せ。だからもう一回俺最初からやるから、はい、ついてきてやってな。はい、え、これどえ、じゃあ何となく合わせますよ。俺が先やるから。本で知らないの。はい、ちょちょちょまげー、ちょちょちょまげー、贅肉です。ちょちょちょまげー、ちょちょちょまげー、脇見せです。これはいいですね、今の。これは最高やな。神回やな。神回あ、本当に見なかったかな。本当に見しちゃったの。見ちゃった。本当に見しちゃいけないのこれ。いや、いいよ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 。これはもう神回やな。神回です。モザイクかけといてください。それできないです。嘘はつけない。ちょっと二の腕太っちゃったからな、最近。まあ、脇は変わらないか、うん、はい、ということで、今ね、はい、ちょまあ、ということで、ね、今ちょっと今ちょっと話題のやつやってみたね。そうです。なるほど、話題なんです。今話題の、はい、この今日はなんか話題のテーマらしい。へえ、今話題になってること、はい、というのは、今話題というかある噂がいろいろ飛び交ってるので、噂、これほんまなのかなっていうことを。好き、ゴシップネタ大好き。いや、だいもういつもなんかあ、お前もうゴシップネタばっかり、もう信用しなあかんで、ね、それ全部信用してんじゃん、ダンドゴシップネタだし。だから井上公造さん目指すかな。そうだ。でもいいポジションはい、うん、そういう本とかも好きで僕はずっと調べたんですよ、はい、でそれで僕ちょっと一つだけ気になったのが、まず一つ目、野球界のケータリング事情、はい、ある球団がですね、試合前のケータリングってあるんですかね、まあ、ご飯だね、ご飯、ご飯があるんですね、試合前ね、はい、なのでそのケータリング場からある食べ物がなくなっていた、あれ、甘いもん、ケーキとかも出たりするからね。ケーキもあるんですか。デザートとかね、そう、球場によってはね。なんか私、うどんとか、まあ、いわゆる普通になんか丼とか、そういうイメージ。でもそんな丼とかうどんとかなくなったら困るやろ。いや、困ります、困ります。だって炭水化物やっぱ取るんじゃないですか、そう、ケーキとか甘いもんとか、そういうのはなくなる可能性はあるけど、何がなくなる。甘いもん食べるの。何なくなるの。米がなくなる。お、炊飯器が消える。米がなくなるの。はい、だから米泥棒が入ったのか、はい、一時あったら物を盗んだりするし、米取るもん。もうケータリング絶対人いるで、ケータリングのところ。でも、あ、いるんですね。炊飯器泥棒が来て、そうなんです。やっぱりご飯炊けなくなっちゃった。はい。そうなんです。米泥棒。炊飯器がなくなったと。はい。でそれは、なんかこうある選手のちょっと米食べ過ぎてるから、不調になってる時の一つのこの回復。まあ、原因でもあるから、その原因を取り除こうっていうところで、食べさせないようにするために、あったら食べるから、はい、もう米全部ジャーごとなくせみたいな、なくしたっていうのが、本当かわかんないです、これ噂なんだ、噂、はい、見たので、プロ野球っていろいろ考えてやってるんやと思ったんで、ぜひ聞きたかったんです。いや、聞いたことないぞ、そんな。こお米の食べ過ぎは良くないんですか。いや、でもエネルギーになるから、いいんちゃん、体炊飯器だし、試合前そうですよね。だから、まあ、あのプロ野球の食事事情でいうと、はい、ナイターだったら、もしじゃあ遠征先だった場合は、10時から12時ぐらいの間に、まあ、起きるのも遅いからね、ブランチ的な朝食を取るわけよね、この大体ホテルで10時から12時の間ぐらい、はい、まあ、遅かったら1時ぐらいの人もいるかもしれないけど、まあ、その 2,3 時間の間に取るわけね、はい、家だったら、まあ、1時とか、まあ、遅くても2時には 100% 球場入りしなきゃいけないから、はい、まあ、12時から1時の間に球場入りするとしたら、まあ、朝家でね、はい、食べてきてから球場入りみたいな感じじゃんね、で遠征先だと練習終わって試合出る選手だった場合は、もう最初にバッティングするから、はい、まだチームの練習中にもうさっさと練習を終えて食事するから、まあ、4時ぐらいからそのケータリングっていう球場の食事を取るんだよね、はい、でホームだと先練習するから、そのミーティング前だから、まあ、それも結局は4時とか
ぐらいかな、試合の大体2時間ぐらい前 前に、まあ、レギュラークラスはね、食事をとって、うん、であのベンチとかリリーフの選手とかは、うん、まあ、その自分たちの練習終わってからだから、まあ、リリーフピッチャーだと、まあ、別にその試合そのすぐ行かなかったら、はい、もう5時ぐらいから食事とったりとか、うん、そのスタメンじゃない選手も5時ぐらいから、うん、シートロック終わった後にビジターだと食事をとって試合に臨む、はい、うん、でホームだと、まあ、そのあのシートロックの前まで、うん、だから、まあ、そこはもうレギュラークラスとほぼ一緒ぐらいの感じで、はい、まあ、4時から4時半の間に、うん、まあ、食事をとって、はい、で試合に臨むっていうところ で、うん、でまあ、ケータリングはいろいろあって、うん、マリンだと、はい、俺らの時はうどん、そば、ラーメン、うん、でそうめん、乳、うん、麺、はい、つけ麺、うん、ざるうどん、ざるそば、関東風、関西風、うん、麺ばっかですね、麺としてはね、はい、であとはあの醤油、豚骨、味噌、うん、あと全部だから選び放題、はい、だから麺だけでも何10種類ぐらいある、でその他にご飯もあったりとか、うん、おにぎりとか、はい、そのケータリングでその普通のもうレストランみたいなものお肉と か、 なんかその野菜炒めだったりとか、うん、おかずになるようなもん、うん、シューマイとかいろんな、それはもう日頃使う、はい、あとはサラダバー、うん、あとはフルーツ、はい、ちょっとしたケーキみたいなとかもあったりして、うん、まあ本当もう普通のビュッフェ的な、はい、で遠征行けば、うん、あの福岡だと豚骨ラーメンとか、はい、つけ麺とかあったりしながら、うん、まあ、もちろんおにぎりとかもあるし、うん、で大阪に行けばうどんとかね、うん、でとかでちょっとしたなんかミートボールとか唐揚げとかそういうのを普通に食べるものあったりとか、はい、北海道行ってもだからもう、まあ、何でもある感じ、はい、超ビュッフェみたいな、うん、で米なくなるの、どこの米がなくなる、聞いたことない、お米ない、だって お米ないケータリング見たことない、うん、試合前だからそんないっぱい食べたい人も、はい、ね、途中から行く選手とか、うん、リリーフの選手はあと浦和さんもスタッフもいるから、はい、ね、しっかり食べる、うん、だからスタッフの人とかそこでもう晩ご飯食べて試合終わったと食べない人もいるね、へー、でも試合行く人はそこでまあ軽食だから、はい、まあ、おにぎりだけとかうどんだけとかね、うん、そういうちょっとしたもの食べたりとか、で試合中はまたね、うん、あのそのゼリーみたいなのだったりバナナとか、うん、まあ、軽食ちょっとまたおにぎり食べたりとかしながら行くかもわかんないけど、米ないんだろ、米大事やけど、一番大事やけどな、だからそれを選手がですね、うん、こう試合前のエンジンがあるんですよね、うんうん、ロッテももちろんあったと思うんですけど、うん、そこで今日はケータリングで米がなかったと、うん、だから米米クラブじゃなくて米なしクラブでいきましょう、うまいって言ってたんで、本当なのかな、面白いな、これ真相本当かな、嘘なのかな、ちょっとあの要取材継続やな、ね、今日初めて聞いたから、お米がなかった日にじゃその選手は活躍したのかどうなんでしょうね、どうなんすか、それ大事やんな、うん、そうですよ、いやで しかもよ、うん、もうそれがよ、もし何かしらの原因であるんだとしたら、はい、うん、そいつにだけ言えばいいんじゃないの、いやそうなんですよ全員それこそ連帯責任いらなくない、ね、連帯責任米禁止みたいないらなくない、ちょうどいい量毎日お米食べてる人もいるかもしれないですからね、とかその、うん、今とか栄養士とかいると思うね、はい、必ず、うん、栄養士に言って、うん、じゃあ何グラムまではいいんで何グラムにしてくださいって言って、うん、じゃあお米は試合前はこのグラムにしてくださいねとかね、食べてもいいんで、はい、でそれでもしお腹が空いてたら試合中ちょっとずつ吸収していきましょうみたいな感じで指導した方が現実的やけどな、なんか極端な連帯責任にしてしかもこれがよ、はい、菓子パン禁止にしようとか、うん、ケーキとかも出してるからそんなも試合前からいらんやろと、うん、ね、これも禁止にしようとか、はい、ね、飲み物、うん、ちょっとそんなもうあのジュースみたいなのが多いよと、はい、だからジュースみたいなの禁止にしようとか、うん、試合前からカレー、うん、カツ丼、はい、いやそんなおにぎりとか、うん、そういうのにしていこうと、うん、そういうなんか重たいものとかやめようとかだったら分かるけど、はい、米でしょ、米だけになっちゃう、米はいるやろ、他に多分やめた方がいいやついっぱいあるやろ、ネット界ではもう令和の米騒動お前でネットには言ってる、米騒動起こったんですね、起きたと、うん、どこの球団かはちょっと僕分からなかったんですけど、それしか見てないんで、そうですか、初めて聞いたわ、真相探るはここからな、うん、だって今日初めて聞いたから、はい、分かんないもん、そんなことがあるとはちょっと思い切れないけど、ね、まあ分かんない、うん、どういう、うん、はい、でもまあもしあったとしたならば、うん、その選手だけにしてあげてほしいのと、いや個人的にすればいいですよ、食べ過ぎだってね、あとやっぱそのね栄養質ついてグラム数とか、うん、そういうのを測ってなんか計画的にやったらいいんちゃうかって、うん、まあ思うけど、はい、うん、このグラム以上は食べ過ぎないようにしましょうとかね、うんうん、でそれでもお腹すく場合は、うん、じゃあ試合イニング中にちょっとずつ食べていきましょうとかね、はい、原因とね、うん、なんか結果とか、うん、まあ、いろいろちょっと究明していきましょう、うん、そう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 、継続やろ、継続ですね、うん、はい、あと一つ、はい、気になるの、まだあんの、あ、もう一個、ゴシッっぽいなこれはゴシップなのかなと分かんないですけど、はい、ある噂があると、
これはウエイトトレーニングっていうのは今になってこう評価されてきたけど、昔はそうじゃなかった、うん、でもそれを今のウエイトトレーニング文化を作ったのはパリーグにあるっていうのが出て書いてあったんですよ。それは何かって言ってもまずその球団はロッテやと、うん、でロッテの里崎さんの時にこうウエイトトレーニングが普及していって、うん、でパリーグ全体としてその輪が広がっていった、うん、だから球場もビジターの時もそれをやっていたと、うん、でも、セリーグとかはまだまだその時はやってなかった遅れてたから、うん、今になって慌ててやってるからこんだけセパの違いがあるんだってことが書かれてたんです。これも超省略して言ってますけど、うんはい、それは本当なのかな。だからウエイトの違いがセパの違い、はい、まあそれは嘘やなないですか。だって、まあ、一つ仮にあるとするならば、はい、まあ、俺らの時もえそうなんっていうのはあったんだけど、うん、まあ、それ何かっていうとパリーグっていうのは全球場、うん、全球団ビジターで行ったとしてもホームチームのウエイト場を使えたの。へー。要はじゃあロッテでマリンで試合してますと、はい、でソフトバンク戦ですと、うん、でソフトバンクの選手もあのマリンのウエイト場を使えるわけ。チームも合同で使えるってことですか。そうで、じゃあロッテも福岡行った時に、はい、福岡ドームのウエイト場をロッテの選手も使っていいんだよ、はい、だからピッチャーとかね、野手とかでもそうだけど、やりたい人は使っていいわけよ。へー。その相手チームの選手がやってるかもしれない、うん、でもそのまあ試合中とかね、はい、あ、そうかそうか、うん、その空いてる時に、ね、うん、や使っていいっていう。だから基本的にはピッチャーとかね、はい、まあ、使う感じ、うん、あとは外国人選手がちょっとやりたかったら使う。だからまあ使おうと思ったら俺らでも別にやんなかったけど使っていいわけよ、うん、だから西武行ったら西武、うん、ね、大阪行ったら大阪、北海道行ったら北海道、もう全てのビジター行ってもそのホームチームのウエイト場をホームビジター選手関係なく使えたんだけども、セ・リーグはホームのウエイト場をビジターチームは使えないんだ。どの球団もですか。全球団。へー、まあ、そうなんやと思って、はい、それが俺ら当たり前だから、うん、普通にマリンとかでも一塁側の、はい、あのロッカーとか通路とかでホークスの選手とこうやってすれ違う、はい、お疲れさまみたいな感じで。だってそれはだってね、マリンだったらライトポールの内野寄りのとこの下にウエイト場があるから、はい、そこに行くには通っていかなきゃいけないじゃん、はい、だからあったりするわけよ、うん、お疲れさまみたいな、あ、今日いいピッチングだったねみたいな感じで。でもセ・リーグは使っちゃダメなんだ。へー。だから多分その違いはあるかもしれない。だからって言ってウエイトの違いではないと思う。それって今はどうなんですかね。今は多分、うん、できるようになってると思うんだけど、でもこれにはもう理由があるんだよ、はい、重大な、うん、だからこれ仕方ないのよ、うん、なぜかっていうとセ・リーグは昔予告先発じゃなかったから、はい、いわばチームの情報を隠さなきゃいけないわけじゃん。明日誰が投げるか、はい、明後日誰が投げるか、うん、このカード3連戦誰が投げるか、うん、右左なのかっていう情報は、うん、もう極秘事項だったわけじゃんね、うんうん、だからそのねダミーであたかも明日先発のように練習させたりとか、はい、誰が先発かを見る偵察部隊いたらしいから、その球場にもう早めからチームよりもめっちゃ早く行って、はい、どういうアップしてんのかとか、うん、明日誰が先発なのかとか、ブルペン入りしてんのかとか、ランニングどうしてんのかとかっていうのを、はい、その明日明後日誰が投げるかだけを予測する先発部隊とかが行ってたの、球場にね、はい、でそうなってくると、うん、ホームチームのウエイト場を使うってことは、うん、その極秘事項が漏れる可能性あるじゃん、うん、そう練習とか見てて、うん、いつもよりハードトレーニングしてないから明日先発こいつちゃうかとかね、うん、もしくはどっかのホワイトボードに書いてたりとか、はい、何かの話し声がその通路を通っていくわけだからね、うん、相手方の聞こえたりとかするかもわからないになった時に、はい、その先発事項が漏れちゃうから、うん、だから使わせてくれないわけ、うん、っていうルールはあった、はい、だから仕方ないよね、うん、それだって先発ローテーションね、うん、バレちゃったら困るわけだから、うん、それはあの入らさないようにするっていうのは、うん、それはまあ当たり前のことだから、ね、まあ、それは仕方ないのかなっていうところあるけども、うん、パ・リーグは予告先発だったから、うん、だからその違いはあったけど、うん、トレーニングで違うのはちょっと飛躍しすぎちゃうかって思う。そうですね、近年セパそんなにあれですよね。なんかちょっと前までパ・リーグなんか強いみたいになってましたけど、うん、最近セ・リーグ結構優勝してますもん、うん、あとなんかパーソナルトレーナーをどんどん入れ出したのはホークスしちゃうかと思うけどね。あの松中さんとかの時みんななんか自分の個人のトレーニングコーチとかトレーナーをいっぱい抱えて入れ出して、うん、ちょっと一時なんか問題になったみたいな。あ、そうなんですか。そのチームのトレーナーとか、うん、チームのコンディショニングの人が情報何も知らないみたいな、はい、だそれ自分のパーソンの人だけが知っててみたいな、はい、でチームとしての関わりないのに、はい、チーム内の施設をどんどん使って、うん、チーム内の人たちが幅が狭くなっていくのはどうかみたいな、うん、ちょっと問題になったみたいな、
そこの出入りどうしようみたいな、まあそれはでも、まあ、一理あるかなと思うんだよね、うん、だって中の人が何も情報を知らなくて、で外の人がなんか、ね、肩で風切って中の施設をガンガン使い出してってなるとちょっとね、うん、そうですね、そのパーソルは個人的な契約だからチームとしての契約じゃないからね、うん、はい、でそこをチームとしての契約に切り替えたとかなんとかっていう、なんかちょっと俺もよく分かんないけど、うん、話もあったから、だからそういったところはセパの違いはあるとしても、それはチーム間の違いだから、うん、セパの括りはちょっと違うんちゃうかって俺は思うけどね。そうですね、うん、じゃあそれはちょっと持ってるってことですね、まあ、持ってるか知らなかったかもしれない。セリーグのウェイト上使えないのが予告先発があるから、それは使わせてあげたいけど使えないっていうのとかの発想までそれたちはいかなかったかもしれないよね。ちょっと浅かったかもしれないね、考えが。そうですね、うん、うん、あとまだあるんですけど、まだあるの、はい、あるこの関東エリアの球団は、うん、まあ、東京都内の丸々区に住めば怪我がなるから住めないっていう。ああ、それはなんかね噂、ああ聞くよ。それ本当なんですか？それは本当なんですか？本当かどうか分かんないけど、結果的にそういう選手が出たからそうなっていくわけで、それがもし2人3人しかいなかったとしても、はい、そうなってくるとそうなるじゃんね、はい、でそういう噂になってくると、え、それ引っ越したの大丈夫なん、うん、って怪我したほらなるわけじゃん。え、何パニックなの？だからあるわけよ。だからその球団によったら、うん、このメーカーの車に乗ったら成績がガタ落ちするとか、うん、この地区に住んだら成績落ちるとか怪我するとか、うん、そういうなんかね都市伝説的な、多分ね全球団あると思うよ、そんな、何かしらの。あ、そうなんだ、うん、それは俺知ってるよ、その球団の。それは本当なんですね。そう、その噂は本当。え、ロッテの時もあったんですか？ロッテはこのメーカーの車に乗り換えちゃうと、はい、うん、あの成績がガタ落ちするっていう、はい、俺が知ってるだけで4人ガタ落ちる。へー、4人もだよ。へー、そしたら、うん、その車のせいじゃないと思うけど、うん、各メーカークソであるのに、はい、わざわざそのメーカーに乗る勇気ないやろ。ないですね。そんなギャンブルする必要ないやん。たまたまでしょうよね、うん、引退してからでもいいじゃん、うん、はい、それはもう他の球団にもあるらしい、うん、だからその球団その車種全く一人もいないからね。へー、それ聞いてから見たら。へー、そうなんだ。それはそんなギャンブルいらんじゃん。はい、うん、無駄にね、その車種しかないんだったら仕方ないけど、はい、うん、だそれはそのあるよ、その地区ね、なんとか区でしょ、なんとか区、ね、知ってるよ。へ、うん、言いたいですけど言えない、これはね、うん、そう、それは言えない、それはもうだ、まあね、その区が悪いわけじゃないですよ、そうなんですね、それはもうたまたまの可能性もあるしね、うん、うん、それはね、そう、はい、それ事実ということで、うん、それは事実だね。まあ、各球団そういうのがあると、何かしらね、うん、車だったりとか、もしくは家建てたらとか、はい、家建てるとトレードになるっていう、へー家買うとトレードになるとかっていう、これも僕も聞きましたね、それ、うん、でもまあそれは立ててトレードになったら話題が大きくなるからピックアップされるだけで、絶対としては少ないと思うよ。そうです、ね、全員トレードされてたらもうシャッフルされまくりだから、はい、うん、まあ、それはじゃあ各球団あると、あると、何かしらあるから全球団の調べたら面白いと思う。そうですね、調べようかな、はい、面白いですね、うん、でも言えないからね。そうだって、そのメーカーとかが悪いわけじゃないから、うん、うん、そうそうそう、事実含まれてる噂だからね。事実が含まれたら噂はないから、うん、だってロッテだって俺が知ってるだけでそれ4人だから。はい、でもさ、ロッテ内での話ですからね。そう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 、他のチームは全く関係ないっていうね、うん、他のチームはその車乗ってる人いるわけですよね、うん、そう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 、うん、っていう噂、はい、噂は3つ、世の中の噂都市伝説でした。はいはい、はい、信じるか信じないかは皆さん次第です。